スプラッター3。これは動画投稿者プチプチがスプラトゥーン3を想像して作った動画である。スプラッター3。スプラトゥーン3ではイカになるのではなくスルメになる。スプラッター3。スプラトゥーンで初期武器といったら若葉シューターですが、スプラトゥーン3になるとこれがスルメシューターになる。スプラッター3。スプラトゥーンでは武器を使うときにインクが出るが、スプラトゥーン3ではマイタケが出る。マイタケ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 。スプラッター3。スプラトゥーンでおなじみこのクラゲちゃん、かわいいかわいいクラゲちゃん、そんなにかわいくないかも。クラゲちゃん、スプラトゥーン3ではクラゲちゃんはしいたけちゃんになる。スプラッター3。前作のスプラトゥーン同様、スプラトゥーンには街がある。ハイカラスクエア、ハイカラシティ。スプラトゥーン3では、あれあれ、前から欲しかったんだよね。え、あれ前から欲しかったの。前から欲しいやつ。前から欲しい。前から欲しい。前から欲しい。前からシティ。前からシティ。武器屋はどうでしょう。前作に比べて、スプラトゥーン2の武器屋の店主は、少し外見が変わったようですね。それでは、スプラトゥーン3ではどうでしょう。栗まんじゅう。スプラッター3。スプラトゥーン2でいきなりのこのこと現れ上がったこのロブ先輩。ロブ先輩のこのロブの店は、スプラトゥーン3では一体どうなるのでしょうか。ふん。潰れてしまうな。スプラッター3。というわけで皆さん、スプラトゥーン3、出たらいいですね。うん。出てもこんな感じにならないと思うんですけどね。絶対出たらこんな感じにならないと思うんですけどね。ははははあ。というわけで皆さん、スプラトゥーン3、楽しみに待ってましょう。スプラトゥーン発売したばっかりですけどね。2発売したばっかりですけど、楽しみに待ってたいと思います。というわけで皆さん、ご視聴ありがとうございました。僕はですね、普段かくれんぼとかやってるので、もしよければ Twitter の方をフォローしてください。かくれんぼ皆さん一緒にやりましょう。かくれんぼ大好きだよね。小学生のみんな、中学生のみんな、20から40歳のみんな、そこら辺はかくれんぼあんまり興味ないって。うるせえ。かくれんぼかくれんぼ、嘘でもいいから好きって言えよ。嘘でもいいから好きって言えよ。だって嘘でもいい。というわけで、かくれんぼが好きな方は Twitter の方、チャンネル登録の方、ぜひぜひ登録よろしくお願いします。というわけで、また次回スプラトゥーン3が発売してから実況プレイやって、いや、そんなな待てない。というわけで、また次回やっていきましょう。以下よろしく。